皆さんこんにちは、ゆりです。ついにカナダへ出発する日になりました。日本出発からカナダ到着までの様子を皆さんにシェアしたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。出発の当日は最後のコメダで名古屋のモーニングをいただきました。悲しいですが、このあんこともしばらくお別れです。今回はトランジットなしで日本からカナダに向かいたかったので、新幹線に乗って名古屋から成田空港まで移動しました。成田空港には大きなスーツケースを引いている人がたくさんいました。国際線 ANA カウンターを目指します。スーツケース2個にボストンバッグはとっても重かったです。ちなみにこのボストンバッグには書類など大切なものが入っています。これは預かってもらわずに飛行機内へ持って入ります。北側の方を頑張って探していたんですが、 ANA カウンターは南側にあるそうです。 ANA カウンターに無事到着することができ、チェックインをして手荷物を預けます。ちょっと時間は早いですが、焦らないためにも早めに保安検査場を抜けようと思います。保安検査場を抜けたらもう帰ってこれないんだなって思うと少しドキドキしました。あれが私が乗る飛行機かな。出国審査を済ませます。再度自分の飛行機の時間と搭乗ゲートをしっかりと調べて、搭乗ゲートの近くで待っておこうと思います。いつもならデューティーフリーショップも覗いちゃうんですが、この日はさすがに入りませんでした。お昼ご飯の時間はとっくに過ぎてたんですが、なぜか不思議とお腹は減りませんでした。でもね、ちょっと喉だけでも潤そうかなと思ってコーヒーを買いに行きました。成田空港へ入るとピザがめっちゃ美味しそうだった。私は大きめのアイスカフェラテを注文しました。この頃まだ出発まで2時間くらいあったので、カフェラテを飲みながら入国の時のイメージトレーニングをしていました。そしてゆっくりくつろいでたら、ホストファミリーにお土産買うのをすっかり忘れていて空港で調達しました。お土産って一体どんなのがいいんだろうね。でもやっぱりお菓子だったら間違いないんじゃないかなと思うんだよね。でもびっくりしたのがこちら、なんとキットカットが1袋500円で売れていたんです。高い。あとね、このお寿司ボールペンがめっちゃ可愛くてね、これ2本買っていっちゃいました。お土産は結局さっきのお寿司のボールペンを2本とチョコレートのふわふわしたお餅と抹茶のお菓子にしました。ついに出国の準備です。搭乗ゲートをくぐります。結構カナダ行く人多いんだなって思いました。ビジネスクラス広くて羨ましい。飛行機の中はとっても空いていて、私3列の一番窓側の席にしてたんですが、隣2席は誰も座っていませんでした。夜の飛行場ってとっても素敵ですね。でもやっぱり旅行に行く時のワクワク感よりはドキドキしてる方が大きい。ついに飛行機が加速し始めました。成田からバンクーバーまで7500キロの長旅になります。8時間50分で着くそうです。ファーストドリンクはリンゴジュースをチョイス。いつもよりもリンゴジュースが美味しく感じられます。英語のニュースを見てリスニングの練習とかしちゃう。ほぼ何を言っているのかはわからない。
晩ご飯がやってきました。何が乗ってるんだろう。私飛行機の中で食べるパン好きなんです。メインはビーフハンバーグのイタリアントマトソースです。サフランライスとデミグラスソースのかかったハンバーグがとっても美味しかったです。チーズもちゃんと乗っててコク深かったです。確かもう一つはパスタと選べた気がします。サラダもしっかり食べて食物繊維を摂取します。なんかね、やっぱり結構緊張してて食欲があんまりなかったような気がします。この時デザートはハーゲンダッツのバニラ味。これは最後まで食べれたんだよな。めちゃくちゃ硬くてなかなかスプーンですくえませんでした。でもまたこれがいいんだよな。一眠りして外を見ると空が少し明るくなっていました。到着の2時間前くらいに朝ごはんが出てきました。トマトソースの入ったパンと、あとはトカチのヨーグルト、フルーツの入ったセットです。もうね、この時は緊張マックスでほぼ食べれませんでした。下にカナダが見えてきました。大きく連なった山々がザ・カナダっていう感じを思わせてくれますよね。お、今度は平野っぽくなってきたぞ。だんだん建物が増えてきました。ここら辺は住宅街っぽいですね。大きな川も流れています。ついにカナダの土地に足を踏み入れようとしています。無事に飛行機が着陸しました。この何とも言えない海外の空港の香り、めちゃくちゃ好きなんですよね。香水とコーヒーが混じったような香りがする。気温は日本と同じくらいだなと思いました。ノンティートスウェットで厚着していったので、結構歩いてると汗をかいちゃいました。今から入国審査をします。この大きい2体のドーテムポールが目印。これを見ると、あ、カナダ来たんだなって思います。入国審査はとっても優しい方がしてくださって、すんなりと通ることができました。私の拙い英語でも全然大丈夫でした。荷物を受け取ったら移民局でビザを発行してもらいます。私は学校を通して行きだけ送迎を頼んでいました。ドライバーさんと合流してホストファミリーのお家まで送っていただきます。ここから送迎してもらってるんですけど、もらった住所とドライバーさんがもらった住所が違うみたいでさまよってます。誰にも連絡がつかない。大丈夫かな。無事にホストファミリーのお家に到着しました。こんな感じでね、部屋での決まり事を教えてくれました。友達とご飯行くときは何時までに晩ご飯いらないよと教えてとか、そういったことが書いてありました。眠たすぎてちょっと途中わかんなかったりしたけど、さっきねホストマザーといろいろ話をしてお部屋に案内してくださいました。これが私の部屋です。なんかね半地下みたいなところにあります。バンクーバーにはよくこういう部屋があるらしい。のベッド、あとねタンスがあったり椅子があったりします。荷物がすごいことになってる。でここを自由に使っていいよって言ってくれたハンガー付きのクローゼットです。なんかね冬はやっぱ寒くなるらしい。大丈夫かな。駐車場、これが私のとりあえず3ヶ月間のお家です。一応テレビ、こっちもタンス使っていいよって言ってくれました。めっちゃいいホストマザーです。一応ね6時からご飯みたいなんですけど、かなり時差で疲れちゃったので少し横になろうと思います。
初めての晩ご飯はステーキでした。お米好きでしょって言ってサイドにチャーハン置いてくれたのが嬉しかった。朝になりました。朝はねトースト2枚とコーヒー、あとはね自由にバナナとかチーズとか食べていいよって言ってくれて自由に朝は食べることができます。こっちに来て思ったのはすんごいバター使うんだなって思いました。この大きさのバターかマーガリンがもう1週間くらいでなくなっちゃうんです。昨日ステーキにもたっぷりとつけてたな。まだ全然緊張が取れてません。昨日の夜もあんまり眠れていません。カフェインを入れて目を覚まします。ホームステイ先はバーナビーというバンクーバーの隣町になります。バスと電車を乗り継いでだいたい 4,50 分で到着します。では今日の動画はここまでです。いかがだったでしょうか。緊張感が伝わったら嬉しいです。こんな感じでカナダの情報をどんどん発信していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画もぜひ見に来てくださいね。ゆりでした。じゃあねー。